皆さんこんにちは。日本テレビの三浦麻美アナウンサーが6月1日付の人事で管理職に昇進することが13日分かった。これまでは一般社員の主任として勤務していたが、6月以降は社内で新設される役職チーフスペシャリストとなる。三浦アナは若手時代からヒルナンデスなどで頭角を示し、その後も朝の情報番組スッキリのサブ MC などを歴任。現在は同じく朝のジップの総合司会を担当している。好感度も抜群で、オリコンの好きな女性アナウンサーランキングでは13年から5年連続1位となり殿堂入り。明治安田生命による理想の上司ランキングでは今年まで8年連続1位に輝くなど、局を代表する社員として認知されている。日テレは取材に対し、人事の詳細についてはお答えしておりませんと返答。関係者によると、新設されたアナウンス職の社員らが入るスペシャリスト職の管理職等級は4区分あり、チーフスペシャリストは上から3番目。一つ下のリードスペシャリストに、これまでも管理職だった三浦アナより先輩の矢島学アナや森圭介アナが職位変更していることを見ても、異例の抜擢であることは明らか。三浦アナの働き方にあまり変化はないというが、関係者は30代での管理職昇進はなかなか珍しいことと語っており、今回の人事で上司としてさらに辣腕を振るうことになりそうだ。スーパーエース三浦麻美アナウンサーを死守せよ。日本テレビがついに本気を出したようだ。5月12日の母の日、高校生が選ぶお母さんになってほしい芸能人の2位に三浦アナが選出された。株式会社 ING が実施した渋谷トレンドリサーチ母の日に関するトレンド調査によると、第1位は石原さとみ、第3位は平成フラミンゴの2個がランクインした。2023年3月に俳優の中村倫也と結婚した第2位の三浦アナに対しては、美味しいものをたくさん食べさせてくれそうといった声が寄せられたという。お母さんになってほしい芸能人で三浦アナが2位になるとは覚醒の感もありますが、高校生にも大人げなことが証明されましたよね。三浦アナは結婚発表から1年が経過。プライベートも順風満帆でしょうが、仕事面でも着実にキャリアを重ねています。かねてよりいつかはフリーに転身するのではないかと言われてきた三浦アナですが、日テレから続々と優秀な人材が退社してしまったことも重なり、局上層部も本気の引き止め戦略に動き出しました。その本気ぶりが、6月から実行される新人こと制度で明らかになったんです。3月末をもってニュースエブリィの MC を担当してきた藤井貴彦が退社。4月からはフリーアナウンサーとしてニュースゼロの MC に就任した。また、上重聡アナも3月末をもって退社している。2023年には有吉の壁の総合演出を担当していた敏腕演出家の A 氏が退社。現在はフリーの立場で同番組に関わっているほか、3年 A 組今から皆さんは人質ですや最高の教師1年後私は生徒にされたのプロデューサーだった、ドラマ部門の若手エースだった B 氏も最高の教師の放送期間中にネットフリックスへ移籍している。優秀な人材が続々と離れていて、日テレ上層部もかなり危機感を抱いています。結果、この6月の人事異動のタイミングで管理職資格社員の等級と等級定義が一新されたんです。仕事ができる人がしっかりと評価され、給料もそれに合わせて相応の額が出るようになるということですよね。三浦アナは、ジップをはじめ特番にも引っ張りだこですが、今までは基本的に同期のアナウンサーと給料が一緒でしたからね。それが6月からは大きく変わると、例えば、マネジメント職の等級は6段階で評価されるようになり、一番上の M6 が執行役員クラスと局長クラス、M5 が局次長クラス、M4 が部長クラス、M3 が部長クラス、M2 と M1 が部次長クラスといった具合です。ディレクターやプロデューサー、アナウンサーなどのスペシャリスト職の場合、4段階の等級で評価されるようになるという。前出の制作会社関係者は続ける。行列のできる相談所や、絶対に笑ってはいけないシリーズの総合演出を務める敏腕演出家の T 氏はかねてより執行役員でしたが、6月の人事で S4 のチーフエグゼクティブスペシャリストという等級になります。
これは取締役級の扱いで執行役員よりも上の立場です。また大人げ番組世界の果てまで行って Q で知られる演出家の F 氏は今度の人事で S3 のゼネラルスペシャリストになります。役員待遇の一歩手前と言えそうな立場です。そうした並びの中で三浦アナは S2 のチーフスペシャリストという等級になる。活躍ぶりから考えれば当然とも言えますが、上には T 氏と S 氏しかいないような高い評価を受けているんです。旧機上の森圭介アナは三浦アナよりも下の S1 のリードスペシャリストですから、いかに三浦アナが局内で高く評価されているかが伺えますよね。森アナは4月からニュースエブリの MC に就任。局内からも期待されているはずだが、そんな先輩を差し置いて三浦アナがチーフスペシャリストになるというから驚きだ。森アナだけではありません。他の先輩アナウンサーもごぼう抜き。三浦アナ以外にチーフスペシャリストにはアナウンサーはいませんし、日テレ全体でもチーフスペシャリストはほぼいないそうですからね。このように年齢が下であっても圧倒的な実力があり、結果を出せる人が高く評価されるシステムに変わるんです。6月からは三浦アナの社外流出を防ぎたい上層部の引き止め戦略が具体的に運用されるということですが、当然等級によって給料やボーナスも大きく変わってくる。チーフスペシャリストになった三浦アナの給料とボーナスが相当上がるのは間違いない。年収でいうと最低500万円は増えるのではと見られていますね。ただ三浦アナの実力と実績を考えたら等級はまだ低いでしょうね。局内でハレーションが起こらぬよう、まずはチーフスペシャリストに留めておいて、来年以降さらに上へと引き上げる可能性があると見られていますね。彼女が残してきた実績、局への利益を考えれば十分あり得る話です。三浦アナは常々日テレ愛を表明し、過去には退社を考えたことは一回もないとも語っていますが、そこに十分な報酬が伴えば彼女もより強く日テレ愛を貫くことができるでしょう。将来は現役アナウンサーでありながら役員待遇、そしてさらに上へ三浦アナの出世街道がいよいよ本格的に始まったと言えそうです。新人事制度でいきなり先輩局員をごぼう抜きにした三浦アナ。ミトちゃんが日テレの役員になる日も近そうだ。4日に放送された週一で第一子妊娠を報告した日本テレビの徳島エリカアナ。この報告で徳島アナを記号唯一の親友記号というあの女性アナにも心境の変化が訪れるのか。番組内で出産の予定について初夏の予定と明かした徳島アナ。現在の体調についてもりもりご飯も食べて楽しく仕事もさせていただいておりますと語った。日本テレビ内でも美人アナとして評判の徳島アナですが、案外マイペースなタイプ。そんな徳島アナと気が合い、記号唯一の親友記号と自他ともに認めているのが三浦麻美アナですと放送関係者。三浦アナと徳島アナはたびたび2人で旅行に行くほどの仲の良さだ。1月30日深夜に放送された午前0時の森では、オードリーの若林雅也から徳島さんしかいないでしょ友達と突っ込まれたほどだ、三浦アナは唯一って言わないでくださいと反論してはいましたが、ディズニーに一緒に行ったことを認めていました。徳島アナが産休育休に入ってしまうとなかなか旅行などには行けなくなるでしょう。それ以上に妊娠した徳島アナの姿に影響を受けるかもしれませんと女性誌編集者は話す。毎朝ジップ同局系で元気を振りまいている三浦アナだが、心境の変化が訪れるかもしれない。9月19日から体調不良で総合司会を務めるジップを欠席して休養していた同局の三浦麻美アナが9月29日の放送で復帰を果たした。この日はラグビーワールドカップの中継で15分遅れでのスタート。三浦アナは番組の冒頭、サモアに勝利し日本が決勝トーナメント進出を決めたことに日本やりましたと歓喜の声を上げた。そこにレギュラーの坂井真希がもう一つやりました、三浦さんお帰りなさいと彼女の復帰を祝福。三浦アナはいつもジップをご覧いただいている皆様、大変お久しぶりということになってしまいました。季節の変わり目でもありますし、私が言うのもなんですけど本当に皆さん
体調をお気をつけになって過ごしていただきたいと思います、と視聴者に呼びかけた。番組の最後まで休養前と変わらない元気な姿を見せた水卜アナだが、復帰初日の思わぬシーンに注目が集まっていた。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。